し、すごい、こんな歌って踊れるゲームなんだ。ジーニーの娘よ、ジーニーデルムへようこそ。この変身の力を受け取って光の中へ入るんです。変身の力を受け取って光の中へ入るんです。なんだこれ、モンキーダンスを手に入れた。この力を使って壁を登りなさい。 Y でダンスするのです。あ、ここでやっと Y の力が発揮されるわけですね。ガン、ドン。あー踊っ、あーいいね。あ、壁登れるじゃん。あ、かわいい、かわいい、あいあい、かわいいじゃん。かわいいね、これ。かわいいじゃん。すごい。オークリア。そんな変身の力を急にもらっていいのかな。セーブおじさん出てくるやろ。出た、セーブおじさん。ヒロインだな、メインヒロインだな、セーブおじさん。保存したぞ。で、リスケは船で逃げ去ったぞ。油断しちゃって、ごめんね、おじさん。まあ、良い、結果おごらじゃん。一人の怪我人も出すことなく設計図を取り戻したしの。誰？君は首ね。何？いきなり首にされてるんだけど。何？首にされてんだけど、何？また首。そうだった。目抜き通りはしっちゃかめっちゃかで、今も海賊が暴れとる、回っとるだぞ。だもんで、新しいジーニーの守護者を募集するんだぜ。あ、なるほどね。目抜き通りが襲われて、しっちゃかめっちゃかになってて、で、一応、今までの話の流れを総合すると、このシャンティちゃんは、あれなんでしょ、この町の守護者みたいな、そういう感じなんでしょ。それが、ジーニーの守護者だから、守護者失格って言われてんだな、今な。海賊どもを永久に追っ払ってくれるジーニーを、町を守るハーフジーニーは近頃じゃ珍しくもないだし、そうなんだ、だいぶいるんだ。海辺の町へ移りたいってジーニーもいるはずだろ。家賃ゼロ。美しいオーシャンビュー。魚の匂いも気になりません。今すぐ応募してくださいませ。バイバイ。俺。私家賃取られてるけど、家賃ゼロって言われてるけど、家賃取られてるんだ。その気にしなさんな。このダイナモン完成すれば、町長も考え直しちゃろう。おじさんがそう言うなら。っていうか、作業の途中じゃったぞ。お前さんは町のものが困ってないから見てきたらどうじゃ。わかった。頑張ってな、おじさん。私はいつでもレッツゴーだけど。必要とされてるのかな。可愛いね、拗ねた顔も。トランスフォーム。トランスフォーム、いやー、ジャンプした時のこの可愛さを見て、見えるかな、この可愛さを。両手両足を広げて手を動かしてる、この可愛さ。こんにちは。話しかけたりとかできないんだ。あ、可愛い、可愛い、すげえ可愛い。すげえ可愛いじゃん。これゆっくり。ゆっくりだよ。ゆっくり猿みたいな。攻撃はできないんだね。あ、めっちゃ可愛いやん、これ。猿が。よし、戻った。こんにちは。ワープダンスがあると、あちこちで早く移動できるの。道具屋さんで買えるわ。買えるんだ、ワープダンス。私が最近ハマってるこのシリーズ、最新作が続編なんだか、リブートなんだか、リローンチなんだか、混乱するのを。めたいな。めたいな。このシャンタラが最新作が続編だか、リブートだか分かんねえ、みたいな。そんな感じやん。これは壊せるんだな。ギャラリーが開いたようなんで、呪い詰めるといいはず。おたるさんに変身するとお腹の中身もおたるさんが食べたのに変身変わっちゃうのかな。いろいろありますね。はい。オイラの故郷は遥か昔に砂嵐に滅ぼされてました。だいぶ重いですね。これギャラリー。これギャラリー。あ、困ってそう。めっちゃ困ってそう。めっちゃ困ってそう。めっちゃ困ってそうだわ、ギャラリー。めっちゃ困ってそうだったけど。町長や。町長。なんということだす。世界を旅してる間にギャラリーの鍵を10本とも落としてしまっただす。君は今無職なんだし、鍵を探してきてくれんだすか。なんで？絵がかかっている。なるほどね。コンセプトアートがあるんだ。コンセプトアートが10本あるのか。ファンアート。ファンアートだ。ファンアートもあるんだ。コンセプトアートとファンアートがあるんだ。なるほどね。すごいね。あそこの変な女の子は誰？すっごいくねくねしてる。一度泳ぎを覚えるとどこの水でも飛び込みたくなっちまうよな。道具屋行かして道具屋。町の人みんなに話を聞くのよ。飼育員ランドの秘密をたくさん知ってるから。そうなんだ。道具屋。こんにちは。
店開いた？いらっしゃい。買えるやん。メガポーション、ライフと魔力を完全に回復。メガポーション、ファイアボール、魔力を消費して遠くの敵を焼き尽くそう。回転するボールが守ってくれる。魔力を消費するわ。いいね。買えるやん。あ、買えるやん。買えるやん、ファイアボール。トリプルファイア、トリプルファイア、炎が3方向に飛び散る。魔力を消費する。回転するボールが守ってくれる。これも買っちゃおう。スーパートゲドール。いいやん。これで、使うときどうする？あ、これか。体守ってくれてんじゃん、今。じゃ、ヒント欲しいの？はい。あなたの助けを求めて、街へやってきた人がいる。ギャラリーの外にいるわ。ほんと来たい？いずれもどうぞ。なるほどね。こんな感じね。スカイの孵化場。例えば、まあ、でかくなってる。こんにちは。それでは準備はいい？いいえ。あ、でももう一回あのワールド1行きたいね。もう一回ワールド1に行って、で、あの、お猿さんを使いたいわ。お猿さん使えば壁とかだいぶ登れるじゃんね。じゃ、もう一回行かして。Let's go！今回は喋り、歌わねえんだ。おっ、え、何その敵、知らないんだけど。その人では知らねえんだけど。それを、こんなノリノリ、その、お前を知らない。お前を知らないよ。よっ。うお、危ねえ。危ない。痛い。あの、なんか、女の子ね。よっ。あ、だいぶジャンプ力高いじゃん。よし。でも、猿になったら泳げないとかありそうだな。よっ。あ、でも猿になったらこれいらねえんだ。ここ登れるから。よっ、いいね。よし、ええやん。いいね。あ、よっ、よい。あ、でも、これもいらねえんだな。これも登れるから。はい、さ。いいね。だいぶいらんくなるぞ。よー。あー。だいぶ楽なんだけど。だいぶ楽になる。これでピョーンって、あ、飛んでもダメか。ダメだね。飛んでもね。よっよっ。これを登ってこう。よし、こんにちは。あら、久しぶりね。誰？久しぶりなんだ。誰だよ、知らねえよ。昨日、先日目抜き通りにレストランをオープンしたの。すごいこう後ろが火事なので、よくそんなこと言いますね。けどひっそいのよ。オープン初日から街が、店が海賊の巣窟になっちゃって、あいつらが暴れ回ってる限り営業許可証を更新してもらえない。レストランに隠れてる海賊を単純にやっつけてくれない？店はそこ、大きなものを3つあるところもそうよ。どこよ。窓が3つある建物、どこよ。はい。よっ。ここのことかな。ここのことかな。ここのことかもしれない。嘘でしょ。ここのことかもしれねえな。違うわ。
なんだこれ。モンキーバレット。もしかして猿の時に攻撃できるやつ。なんだモンキーバレットって。猿の姿で壁に近づきつき方向を決め敵に突っ込もう。何それ。方向を決めて敵に。あすごい。あ、なるほどね、なるほどね。これで太陽に行けるってことね。なるほどね。こういうのを手に入れます。うわおります。あ、でもレストランってこれのことかな。これのことかもしれないね。あ、1これだ、これだ、これだ。なるほどね。フラグがあるんだ。フラグがいっけえな、いっけえな。30人倒すんだ、これを。うい、いいね。あ、なるほどね。これで倒すと、近距離で倒さないと、ダメなんだ。魔力とか手に入んねんだ。影響強者を手に入れた。よし。じゃあ、私に行きましょうか。よ。いいね。順調じゃない？どこだっけ。どっちだ。よ余裕のよ。この上だね、この上だったね。よし、持ってきたぞ。よし。うわー、それって神秘家の営業復活賞。うん、営業復活賞分かった。なんか増えるのかな。本当にありがとう。これで営業再開できる。はい、これ終わるよ。塩キャラメル、塩キャラメル。音楽すごくいい。こんにちは、アルさん、こんにちは。異国で料理を回んでるときにオリジナルの塩キャラメルを編み出した。我が愛犬ボルベルを慎んでやる。キャラメルレウンパーって命名した。犬用のお菓子よ。犬用のお菓子なんだこれ。さあ、このままとりあえずこのままね、クリアしてしまいましょう、このワールド。そうすればおそらくセーブもできますので。よっ、いけー。いった。よっ。え、これもしかしてまたボスも倒したなんて言うかな。そんなことないかな。よし、そんなことないよね。ワールドクリア。これでワールドクリアさせてくれ。ボスはいらないぞ。よし、ワールドクリアだ。よし、ワールドクリア。いいね、いいね。なんかあれだね、クラッシュバンディークをやってる気分になるわ。セーブおじさんだ。みんなのヒロイン、セーブおじさんや。よし、オッケー。じゃあ、改めて困ってる人を助けに行きましょうか。こんにちは。いやー、恐ろしいわ。お願い、誰か助けて。すげー腰、パレオがフリフリしてる。村の女の子たちがみんな消えちゃったの。何？それは本が薄くなりますな。この町にはジーニーの守護者がいるって聞いたけど、あなたがそうね。まあ、お願い、村を助けて。まあいいよ、いいでしょう。助けてあげましょう。その代わり、あなたの体で払っていただいて。ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。マーメイドの先への地図よ。マーメイド。俺は、はかどりますな。マーメイドの先の地図を手に入れた。はかどりますね。よし、行きましょうか。先へは空からしかないの。急いで。村の女の子たちはこれ以上消えてしまう前に。よし、ちょっとはかどりに行きますか。違う。ピーッ、違う。これを使うじゃない。ホイッスル、レンチを呼んで乗せてもらおう。あ、違うんだ。これじゃねえんだ。
犬用だけどすごく美味しそう。やっぱこのここに行かないといけないんだね。スカイの孵化場に行ってここから空に飛ばないといけないんだ。マーベルの滝の地図だわ。あそこ行くの？そうみたい。なら気をつけて。そうみたいってだいぶ人ごと、だいぶ人ごとだわ。なら気をつけて。あそこ、あの辺りの人魚はとても危険よ。あ、危険なんだね。あの女の子がマーメイドではないんだ。そのそこに住んでるマーメイド危険だから、あそこはマーメイドの滝って言ったな。マーメイド危険だから気をつけないよっていう感じの、そういう名前の地名なんですね。特に海辺の人魚がね。けど私は負けないわ。だって私はジーニーの守護マツダス。また待たれてしまった。マツダス、はいはい、どうしました。君に紹介したい、紹介したい人がいるだろう。私に誰？こんにちは。あなたは？あれ、礼聞いてないの？あんたの公認に決まってんじゃん。おっと、公認が決まりましたね、すでに。ハーフジーの痛ましい妖精、ポリーリンガービーンよ。だいぶ決まるの早いな。ポリーって呼んで。あなたのお母さんはジニーなの？当然じゃん。おまけにパパはマジシャンよ。おお、よくわからないけど強そう。だから普通のハーフジーニーよりも魔力がビンビンってわけ。はなるほどね。けど手品は魔法じゃ。本当だっす。このホリーは私の目の前でこの鼻や自分の親指を消してみてたんだっす。いいね。前任者としてしっかり仕事を引き継いでもらうだっす。あら、私が前任者として仕事を奪われるのに。その必要はないよ、チョウチョウさん。あの子はいなくてもちゃんとやれるし。待ったねー。またねーか。またねー。役立たずちゃん。うわ、鬱陶しいやつ。鬱陶しいやつや。もう、チョウチョウっても信じられない。ちょい待ち。あんな子を後釜に選ぶなんて。あんなに偉そうで、新築林の。はいはい、そんな向きにならない。それに今はやることがあるでしょ。そうだったわ。なら、きだんまり、マーメイドの先へ行くよ。行くよ。飛び出す準備はいい？いいよ。飛び出しましょう。マーメイドの滝。はかどるために、マーメイドの滝へ行きますよ、私は。可愛い女の子の姿で、旅にこうしてね、行きますよ。シュパ。あそこや。マーメイドの滝。不自然な。違うやん。マーメイドの滝言うからさ、その隣かと思ったら違えじゃん。ねえ、なんで滝を二つもあんな、あんなところにさ。おかしいじゃん。なんそれ。で、このグラフィックいい。すごくいい、このグラフィック。なんか、すごくなんか、ドリームキャストみたいな感じが思い出す。ドリームキャスト持ってなかったけど。ゲームを保存するぞ。保存したぞい。いいね。あら、ボロちゃんさんじゃないですか。この辺っぽいな。ボロさん。もう一度言うけど、ボロ、私一人でやれるし。けどおじさんはそう言ってないぞ。町を守る措置を完成するまでは君の力になってやれ。ぬぬぬ、分かったわ。始めましょう。スタッドルタウンで聞いた話じゃ、この辺りの村の女の子たちが何人も行方不明になってるのね。さっきまでそこにいたのに次の瞬間、はぁ、と消えちゃう。消える。どうやって？そうね、状況を考えれば犯人は大体察しがつくけど、答えはヒソヒソ。ヒソヒソっていうキャラがいいのかな。魚人間だって。人魚は美しいけど見えっぱりだって本で読んだわ。被害者は全員罪のない痛い気な乙女たち。これはズバリ嫉妬による犯行よ。なるほど、そうきたか。ギク。どうして、なんでお前がギクってんだ。だったら次は俺がヤバいし。おお、そうか、自意識過剰だな。それはないわ。あなたはその乙女じゃないし。なるほどね。ほら、何がよ。いつも俺をのけ者にしてた。たった一度お使いを見せたぐらいでポンコツ認定ですか。え、子供の頃からいつだって暇ヒーローで俺はみんなの笑うものだ。仕立て役はもううんざりなんだ。俺も同じぐらいヒーローだってことをはっきり証明してやる。あらまあ、あらまあ言っちゃったよ。ところ待って、それを言うならはっきりだし、もうあのバカ、怪我するのがオチなのに。ということで、ワールドスタートですね。さあ、ワールドスタート行きましょう。レディー。ゴーとは言わないんだよ。よし、泳げ。いいね、犬泳ぎだな。この子は、この子は犬泳ぎだね。おお、出た、マーメイド出た。え、何その、何その、何その綺麗な攻撃。え、攻撃までそんな綺麗なんだ。すげえな、このゲーム。え、その
その攻撃綺麗なのは許されないでしょ。え、そんな綺麗でいいの？すげえじゃん、攻撃のグラフィックめっちゃ綺麗やん。びっくりなんだけど、そんなゲームが存在してたんだ。いて、このゲームが存在し得ることに俺は驚きだわ。よっよっ、あ、いいか、俺は攻撃するぞ。いけー、攻撃だけどあんまりダメージは足りないんだけど。あ、下にある、下にある、下にあるってことはどういけんのこれ。多分なんか泳ぐんだろうな、泳ぐんだろうな、なんかな。泳ぐんだろうな。もう猿を積極的に使っていけみたいな感じですね、これは。あっ、どこまで飛んでくるんだ、あのマーメイド。動いてるし。よっ、あれ待てよ、多分こっちじゃねえな。いいね、乗れるね、乗れますね、特にこの、これはさっき見たぞ、これはさっき見た。上もなんかある、上も宝箱があるよ、上に行きたい。待って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 、何これ何これ、ダメだ、攻撃が、攻撃がね、ダメだ、開かねえわ。なんかいるんだわ、これ。なんかいるんだね、あれね、おそらくね。いいなぁ、なんかこのゲーム、本当にいいなぁ。こんだけやってさ、すごくなんか、気分がいい。これ上に行くやつですね。ここに行ったぞ、マーメイドは。これ猿なんか登れるか。あ、なるほど。そう行く。猿なら軽々だな、ジャンプ力高いから。うん、パパパパパパ。上とかに行った方がいいかな。こっちになんかないか、なんもないやん。くぅ、体力が、体力がやべえ。え、だいぶきついんだけど、だいぶきついんだけど、しかもどこに行けばいいかわかんねえ、どこに行けばいいかわかんねえぞ。これ下に行くと何もないわ、下に行ったら何もなかった。そしてなんだあれは。あ、よし、行けんじゃないか、行けー、よし、飛んだ、よし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 、いけー、よし、いけ、いいね、いっぱい、え、かず、あ、あ、捕まってる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 ぞ。あー、吊るされている。上にライフあった。